よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していこうと思います。今回はまあちょっと変わった動物ですね、ダイオウグソクゾウムシに関する話題を徳島新聞から紹介していこうと思います。はい、記事は5月26日ですね。ダイオウグソクゾウムシ2年ぶり排便という記事です。まあちょっと変なタイトルなんですが、お付き合いくださいませ。はい、では記事を読んでいきます。三重県鳥羽市の鳥羽水族館は26日、飼育している深海生物ダイオウグソクゾウムシの排便を2年ぶりに確認したと明らかにした。ダイオウグソクゾウムシはダンゴムシの仲間としては世界最大、消化に時間がかかるためめったに餌を食べず排便のペースも遅いとされる。同館は5匹を飼育している。12日に飼育員が水槽に浮いている未消化の魚の鱗を見つけた。飼育する前に食べたものとみられ、便が確認できたのは2018年4月以来と。で、担当学芸員の森滝上也さんは、今後排便の中に餌として与えたものを確認できれば消化に要する時間も分かり、生態解明の手がかりになると話したとありますね。はい、こちらですね、ダイオウグソク。まあダンゴムシはかなり大きい、何十センチにもなるものなんですが、水中で暮らす生物ということです。でこちら徳島新聞、三重県の鳥羽水族館なので、例えば中日新聞なり伊勢新聞なりと思ったんですが、なぜか徳島新聞に掲載されていました。こちら出元がですね、共同通信からの記事を、そのまま配信したみたいなんですね。はい、他に何か記事ないかなと思ったんですが、ほぼ同じ、みんな共同通信の丸写しばかりでして、ちょっと朝日新聞ですね、こちら、ヤフーニュースからなんですが、ちょっと変わった記事になってましたので、こちらも合わせて紹介します。ダイオウグソクゾウムシ2年ぶりを通じいつ食べた分ということで、こちら5月26日の配信ですね。はい、記事を読んでいきます。鳥羽水族館が飼育するダイオウグソクゾウムシの排便が2年ぶりに確認された。同館は植生など未知の生物が多い生態解明の手がかりとして役立てたい考えだと。ダイオウグソクゾウムシはダンゴムシの仲間としては世界最大で、鳥羽水族館では2007年9月から飼育、現在13年7月以降に仲間入りした5匹がいる。同館によると、今回の排便は5月12日に確認した。便に含まれていた魚の鱗は水族館が餌として与えていたものではなく、入館前に食べたと見られるという。担当学芸員の森滝上也さんは、どの個体が排便したのかはわからないが、そもそも代謝が遅い生き物なので食べるペースも排便のペースも遅いと話すとありますね。はい、こんな感じで、ちょっとこれが写真なんですが、これが糞に含まれていた未消化の鱗ということなんですね。はい、ですので、13年7月以降に仲間入りをした5匹ということ で、排便が5月12日に確認ということです。さっきの記事と合わせて考えますと、この13年7月以降に仲間入りした5匹の中で、前回は2018年4月に糞をしたもので、今回は2020年6月、ただ、いずれにしてもこの飼育する前に食べたものを排泄したのだろうということですね。その与えていない魚の鱗が入っていたことが分かったため、ですから少なくとも13年7月以前に食べたものということですね。7年ぐらい前、最低でも7年ぐらい前に食べたものを排泄したのではないかということみたいですね。なかなかすごい年単位での排泄というのがすごいんですが、だから2年ぶり排便というのもちょっと正確でないかもしれないんですね。だからその5匹のうち、そのどのダイオウグソクゾウムシが排便したかというのもやっぱりちょっと分かってないわけですし、なんかもうその5匹の中では2年ぶりの排便が確認されたということで、ダイオウグソクゾウムシが食べてから何年でこう排便するのか排泄するのかということはまだ分かっていないということみたいですね。はい、なかなかそのちょっと下ネタというか下世話な話題ではあるんですが、こういうのもニュースになるんだなということですね。ダイオウグソクゾウムシからすれば、なんでそんなことまでみんなに言うんだというふうに思っているのかもしれませんけどね。はい、
でこちらですね、今回の、ニュースが出ました鳥羽水族館なんですが、特に今回のこのダイオウグソクゾウムシに関するリリースとか特にそういうの出てないですね。まあそのうち何かしかかの感じでこう記事にする新着情報出るのかもしれませんが、特に今のところは何も出てないみたいですね。はい。で、話題としてはですね、こちらですね、スナメリの女の子愛称募集というのが出ていますので、ちょっと合わせて紹介しようと思います。はい、こちらですね。スナメリですね、この、イルカの仲間なんですが、こんな感じで、ちょっとつるんとして可愛らしい、なんていうか、魚といいますか、ですね。はい。でこちらの赤ちゃんがですね、1歳になったことから名前を募集するということだそうです。はい。では、記事を読んでいきます。2019年5月20日、5月25日に誕生したスナメリの子供カッコメスが2020年5月25日で1歳になったことから一般公開を行うとともに愛称の募集を行います。スナメリの子供は昨年5月に誕生し、生まれた直後は母親に寄り添いながら元気に泳ぐ姿を見せていましたが、生後10日頃に母親からの授乳が見られなくなったことから、その後は飼育係による懸命な人工保育により成長しました。ああ、そうなんですね。はい。今回名前を募集するスナメリの子供は皆さんにより親しみを持ってもらうため1歳の誕生日に合わせて一般公開を開始し、5月26日から6月8日までの2週間ハガキとウェブで愛称を募集します。例年はハガキでの募集のほかに館内での愛称募集も行ってきましたが、今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のためウェブでの募集ページを設けるとともに、館内では QR コードから特設サイトを通じご応募いただけます。ウェブハガキどちらからでも応募ができますので、ぜひご参加ください。名付け親になられた方、の中から抽選で5名の方に、スナメリのぬいぐるみをプレゼントいたします。たくさんの応募をお待ちしております。ということで、こんな感じですね。はい。応募サイトなどもこんな感じで掲載されています。で、参考までに、お母さんの名前がチョボですね。お父さんの名前がゴー、ホー。で、赤ちゃんは2019年5月25日生まれのメスは女の子ということですね。はい。生まれた当初は、75センチ、体重が約7キロ。現在は 123.3 センチ、体重が 28.7 キロ。体長が50センチぐらい、50センチが伸びて体重は約、4倍ぐらいになったと。で、性格、賢くて堂々としているということですね。はい。応募数がどのぐらいになるのかわかりませんけれども、名前が決まった後で、この、名付け親になられた方の中から抽選で、多分同じ名前がいくつも来るんだろうなと思います。それと同じ名前が複数があった場合に、その中から、5名の方にスナメリのぬいぐるみをプレゼントしますとありますね。こんな感じですね。なかなか可愛らしい、この女の子の赤ちゃんの子供ですね。はい、募集しています。ぜひ、興味のある方、応募してみてください。はい。こちらですね、ちょっと先ほどの記事に戻りますが、ダイオウグソクゾウムシですね。こちらもまだ生態が、不明、何年生きるかというのもちょっと分からないということもある、虫、変わった虫なんですが、こういった感じですね。はい。で、こちらですね、記事ですとか、鳥羽水族館のサイトなど、概要欄にリンクしておりますので、興味のある方はぜひクリックしてみてください。今後もこんな感じで、調査などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、今回はここまでです。ありがとうございました。